1990年のオリックス・ブレーブスでは、1990年のオリックス・ブレーブスにおける動向をまとめる。この年のオリックス・ブレーブスは、阪急時代を含めて2回目の上田、理事監督体制の10年目のシーズンである。ブーマーウェルズや門田博光、石峰和彦といった、ブルーサンダー打線の活躍で、前年2位に躍進したチームはこの年も優勝候補に挙げられ、5月まで、 直近9を記録するなど6年ぶりの優勝を期待された。6月以降は、西部の8連敗などで一時は0.5ゲーム差に迫るものの、西部の復調後はゲーム差を広げられた。夏場以降は前年優勝の近鉄や日本ハムとの2位争いに終始。8月には4位に転落したものの、シーズン終盤は持ち直して最後は2位で終了。投手陣では、前年同様、 山沖幸彦と星野信幸が先発陣の軸となり、ガイ・ホフマンやドンシュルジーもまずまずの成績を残したがそれ以外のリリーフ投手が不調に終わり、チーム防御率は4.30でリーグ4位だった。打撃陣では4番のブーマーが自打球を当てて欠場するハプニングがあったが、チーム本塁打は186本とブルーサンダー打線は健在だった。この年は、 福岡2年目の大英に22勝3敗1分、5位のロッテには16勝9敗1分と、それぞれ勝ち越したが、優勝の西部に9勝16敗1分と負け越した。山沖、星野といった、投手陣の2枚看板に加えて、門田、石峰、藤井康浦ブルーサンダー打線の破壊力で優勝を期待されながらも、救援陣の不調で2位に終わったこともあり、シーズン終了後、 ブレイブスの愛称消滅とともに、上田監督は優待した。公認の監督には、巨人 OB の土井肖像を迎え、チームの再構築が始まることになる。ありがとうございます。